この動画をご覧の皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。スライム系をこよなく愛する男、ゴゴッチです。うわー、きつい。イネスもやばくないか、それ。それこそ それこそ場所替えをしてやりたい気分だが、いやー、これちょっと大事をとって。危ないとこや。この野郎。やっぱイネスはね、単体で戦わすと弱いからな。やべえ、壺がもう、回復の壺が。そんなになくなってしまった。いや、もうそれはないわ。ありえん、マジで。マジブチギレそう。いや、もうないわー、マジで。なんなんマジで。しね。あー、やったや。このダンジョン普通にきついわ。もうね、シンプルに敵が強い。もう、あの、体力というか HP と相手の攻撃力の兼ね合いが、もうシンプルにきつくなってきた。お、ぬか喜びさせやがって。大砲の弾強いからな。あー、ちょっと変な死に方したくないんで、目薬草がどっかにあったよね。はあ、OK。マジ、武器の補正。いや、頼む！回復の壺！くぅ！まあ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 。これは。いいよ。よし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 。これは当たるからね。オッ
オッケーオッケーオッケー、でかい。もう出ようかな。当てろ、トルネコ男を見せろ男。よし、トルネコの男が上がった。金縛りいいね。ああ、おーしよしよしよし、いいぞ、来てる流れが。こんなところでなんかマドハンドとかに仲間呼ばれまくって死にたくないから、情けなくてもいい、生きることが大事。逃げよう。ちょ、もうふざけんな、うれぇ、クソ野郎が。あれ、イネス攻撃してたら一生おらんでた。それを加味してなかったな。うぅ、あ、びっくりした、キラーマシンがレベル3なんかと思って今ゾッとしたね。あれはマドハンド2体か。力、罠チェせなあかんね。めっちゃ罠チェしよう。いや、もうこの段階でし、なんかちょっともう死んでもおかしくないやな。回復のツボもないし、世界樹あるけど、やっぱ一気大事にしないと。きちい、あ、これ今のやばかったな、今の危ない、今の行為はかなり危ないですね。死にかけた俺。なんでもいい、もう薬草でも。はい、レコ削らない立ち回り。うん、これはイネスに任せた。モシャスナイトが害悪すぎる。あいつさえいなければもっとね、回復のツボもあったし、あいつに15個使ったと言ってもいい。いや、もう行こう行こう行こう、もうもう無理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 安住の地に生かしてくれ俺、早く。ああ、散々だったな。お、出た。そうね、地上の空気はいいわ。私たちの旅の終点？ほう。グレートバリアとなんで知ってんの？え？いや、おしまいじゃないって、わしやまといじゃないし。嘘やろ？え？え？嘘だろ？行かないで、行かないでというか、来て。ちょっと、ここ、え、とりあえず、その、あれか、普通のその、町に入りたくないんかな。ああ、うわ、懐かしいこの曲、コスタリベラ。覚えてるよ、この曲。ちょっと、物を整理させてくれ。なんせ、よし、物売ったからちょっと品物でも見ていくか。何これ、魚、迎えの店では買わない方がいい。うわ、呪われてる
ありがとう。そら買わんほうがいいわ。なんちゅうもんとやん、お前。商人として。特別サービス中？巻物！レミーラ。あー、なるほど。こういうのがあるのか。まあ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 。杖は？ランダム性の高いのばかり。幻術師の杖は強いよね。ドルイドの杖。ワープで眠らせる。ああ、強いね。なるほど。武器屋とか、ないんかな。なになに？武器防具のお店が、ちょっと、俺が求めてるんやけどな。鍛冶屋とかもね。コスタリベラにはないのか？とりあえず、預けとくか。おじい。あ、これは。ちょっと勘違いしてた今。これ枕に寝てるってことね。左のやつ見て納得したわ。ドクター・ワイリーみたいに横から髪の毛がさ、バッて生えてるタイプのジジイかと思ったわ。てっぺんハゲで。あー、丸坊主ね。綺麗にマッチしてたね。そうだ、薬草。まあ、薬草な。いらんちゃいらんけど。おっと。いらんちゃいらんねんけどね。水亀もしまっとくか。あよし。温泉プールだったら確かに。温泉プールって気持ちいいよね。なんかこう普通の温泉とはまた違って、プール感覚で入れるけど、なんかこうあったかくて気持ちいいみたいな。なんかまあ温泉プールの俺のイメージやけど、あれなんよね、少年が少年がおもらししてるイメージかな。からちょっとあんまりね、イメージは良くない悪いけど。道具屋、あーいいですね。パン別に足りてるしな。管理地、あここさ、あちょっと待って、思い出してきた。移住、邪魔、ごめん、違うね。邪魔すんねん。何くれんの？小さなメダル？やった！お前、ええやつやな。ナンパしてんのね。マリンちゃん、ちょっとだけだからさ。ダメよ、そういうことしちゃ。これさ、ここに確か、移住するはずなんよね、確か。あ、ほらほらほら。うん、そうよそうよ。でなんかダンジョンクリアして、そのなんか条件でここにネネとかも一緒に移住してみたいな感じやった気がするな。ああ違ったらごめんやけど。あ、これプールか。質素なプールやな。なんか、あーでもいい家ですね。家からすぐカウンターがあっていいじゃない。ちびっこの時さ、家に繋がってるタイプのお店ってあるやん。お店というか、うん、まあお店、うん、憧れてたな。あらパン、えくれんの？パンのグラフィックがある、ちゃんとこういうとこでも。
あら、いいメイドさんじゃないの。メイドさんってさ、まあこうミニスカメイドがこうね、結構ブイブイ言わせてたけど、結局このクラシカルなロンスカのメイドさんの方がなんか逆にグッとくるよね。あっちも可愛いけどね、短いスカートの方。あは、この店と宿をほったらかしにしてなんて心が痛いぜ。同じことしてるからな、こいつ。同じことをしてきたから今のはめちゃくちゃ刺さった。あとはここか。お、カジノじゃないですか。秘密クラブ。今日も2万枚なんてコイン、いや貯めれるよ。一応貯めれるようにできてあるからね。儲かった。一番高いやつ。そうそう、あぶく銭はね使わないと。マスター、じゃあお前ちゃうね、話しかけさせてくれ。マスター、くそが、あ、来た。あ、本気になったらいけん。これは教訓ですよ。うん、1枚20ゴールド。安いな。だいたい冒険が進んでくると高くなるわ。おお、ネギの指輪や。いいね。これを持ってると、まあ、後でにしようか。パン落としやすくなる。この、地味ね、この、6万もして、強さ2で、なんやこれってなるけど、この、パンを落としやすくなるっていうのはね、かなり、ゴールドを落としやすくなる。お、福引き会？港で店をやっとるが買い物すべきか。おー、そうなんや。おい、体重自慢大会、うってつけじゃないか。ほうほう、え、持ち物関係あんの？鎧着ていくとかずるくない？とりあえずカジノなりなんなりがあるってことね。あ、モンスター闘技場やん。これはぜひやりたいな。まあまあ、でもこんなのがあるよと。ドラクエ名物やね。ドラクエやったことない、あ、そこのあなた。ドラクエ名物のカジノでございます。モンスター闘技場は熱いな。この人が孫かな。まあちょっと本筋追っかけてみようかな。よいしょ。ここには続きは多分ないんで、こっちやね。あ、ダンジョンもあるわ、上の方に。どないなもんかね。あー、いいですね。うん、あらー、シスターって感じね。王妃を愛する、マイキー、育児なし。マイキー、これか。あー、クンクン言ってるもんな。育児なし、犬に対して育児なしとかあんま思わんけど。ミーコを見つけてくださった。猫かな。お礼が欲しいからミーコ探そう。猫の飼い方。かわいいおばあちゃんだぜ。ぜひとも、ミーコね、覚えとくわ。今行っても入れない。あ、そうなんや。でもトルネコの勇者一行はね、あの結構ゴリ押し力強いから、なんか持ち物とかでね、こう結構なのか、あの衛兵が気づいて、それはってなって入れてくれるときある。それはってなって奥に入っていって出てきて王がお呼びだみたいなこと言い出すから。大体いや、王妃は王妃で大変やって、そんなに言うけどさ、結局隣の芝生が青いだけで大変なんよ、おのおの。お、ボンバーキラー、いいっすね。あー、なるほど。ここでちょっと買っていこうかな。鋼の剣欲しいしね。お、
勝ちだじゃない。あいいね、そのなんか頑固じじいな感じで、日が乗った時にしかいい仕事しそうじゃねえか。とりあえず行くか、城によ。おい入れてくれや。あ学者いる。あーまた来てしまった、はあはあ、サムソン、サムソン、なんか聞き覚えあるけど。あーなるほどなるほど、兵士長いたな、あいつにあれか話聞きながらかな。はい、今回の動画はここまででございます。最後まで見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。次回の動画も見に来てね。